アフリカーナーは、アフリカ南部に居住する白人のうち、ケープ植民地を形成した、オランダ系移民を主体に、フランスのユグノー、ドイツ系プロテスタント教徒など、宗教的自由を求めて、ヨーロッパからアフリカに入植した人々が合流して、形成された、民族集団である。現在の南アフリカ共和国やナミビアに多く、住んでいる。 言語はオランダ語を基礎にしてフランス語、マレー語、現地の言語等を融合して形成された、ゲルマン系言語である、アフリカアンス語を母語とする。かつては、ブーレ人と呼ばれた。主な宗教は改革派に属するオランダ、改革派協会である。アパルトヘイト時代の厳密な定義では、オランダ系であること、アフリカアンス語を、第一言語とすること、オランダ改革派協会の信徒であること。 この三つを満たすことがアフリカーナーの条件であった。1652年にヤンファンリーベックがケープに上陸した様子を描いた絵画。17世紀半ばの1652年にオランダ人ヤンファンリーベックらがオランダ領東、インドや日本への補給港建設のためにアフリカ南部沿岸部へ入植し、ケープタウンを建設。オランダ東インド会社による ケープ植民地が成立した。彼らがアフリカーナーの源流と言える。ケープ植民地総督シモン・ファンデル・ステルは1679年にステレンボッシュ氏を築き、後のアフリカーナーの内陸部進出の拠点となった。このオランダ入植者の集団にはカトリックが主流のフランス王国で公民扱いされていなかった。 新京都のユグノーなど、他のヨーロッパ諸国からのプロテスタント移民も合流する形で流入し、後に民族集団としてアフリカーナーと呼ばれることになる人々の前身が形成されていった。以上の理由より、アフリカーナーの出身国には、オランダ、フランス、ドイツのほかベルギー、スカンディナビア諸国がある。この中でもフランス出身のユグノーは、 現在もケープ地方に伝わるワイン製造の技術をもたらした。また、こうして形成されたオランダ系集団は、インドネシア、マレーシア、インド、スリランカ、モザンビーク、マダガスカルなどの出身のアジア系、アフリカ系の人々を奴隷として主役し、先住民の3人から家畜と土地を奪って、重木とした。19世紀南部アフリカのアフリカーナー諸共和国。 ナタール共和国、トランスバール共和国、オレンジ自由国など、19世紀のアフリカーナーの歴史は、アフリカに勢力を伸ばしたイギリスとの対立が主要な、矛盾となった。フランス革命戦争中の1795年に、オランダ領だったケープ植民地がイギリスに占領され、1799年12月31日に、オランダ東インド会社が、 オランダ本国を占領したフランスによって解散させられると、ケープ植民地で農業に従事していた植民者たちは帰る故国を失ってしまった。また、イギリスによる占領以後、イギリスからの移民がアフリカ南部に流入し、とりわけ1820年には、イギリス政府からの補助金を得たイギリス人が多数入植した。さらに、イギリスによる ケープ領有後、イギリス国内のキリスト教人同州議者による奴隷制度廃止運動の成果もあって、イギリスは1828年に第50法令で、ブッシュマンをはじめとするカラードに白人と対等の権利を与え、1833年には奴隷廃止法を可決し、1834年12月1日にケープ植民地内の奴隷は解放された。 イギリス統治下で英語が公用語となるとアフリカーナーは英語に増えてだったためにイギリス当局から二級市民扱いされた。イギリスによる奴隷解放によって無償の労働力を奪われたアフリカーナーはイギリス支配を嫌って1830年代から1840年代にかけてグレート・トレックと呼ばれる沿岸部から内陸部への再入植を行い デベレジミアやズールーじなどのバントゥー系民族の小王国と戦いながら再入植先でナタール共和国やトランスバール共和国、オレンジ自由国などのアフリカーナー共和国を建国した。1835年から1840年にかけてグレートトレックに旅立ったアフリカーナー6000人は主にケープ植民地の中でも貧しい階層に属する小農民であり、 カラードの重木約5000人を伴った彼らは、少数ながらも1838年12月16日の地の川の戦いで、ツール王国のディンガーネ王を打ち破っている。オランダ語でアフリカ人を意味していたアフリカーナーという言葉は、18世紀には黒人奴隷を、19世紀前半にはイギリス人を含む白人一般を意味していたが、1870年代より、 進んだ、聖書のアフリカーンス語訳をはじめとして、文法書や雑誌などのアフリカーンス語の書物が出版されたことを経て、次第に、ケープ植民地に入植した、アフリカーンス語を話す白人を指す言葉となっていった。また、ポール・クルーガーをはじめとするアフリカーナーは、この19世紀後半の時期に、オランダ改革派進学者、アブラハム・カイパーのシンカルバニ主義の、 公共の恵み説を発達させて、神の先民を辞任し、奴隷制を神学的に肯定する理論を得た。第二次、ブール戦争の最中、イギリス軍によって、強制収容所に送られたアフリカーナーの女性と子供。アフリカーナーが建国したトランスバール共和国と、オレンジ自由国は2次にわたる、ブール戦争でイギリスと交戦し、 1880年から1881年にかけての第一次、ブール戦争ではイギリスを退けたが、1899年から1902年にかけての第二次、ブール戦争の敗北で、両国ともイギリスの支配下に置かれた。第二次、ブール戦争の最中に、イギリスのホレ保ショハーバーとキッチナー将軍は、 ゲリラ戦術で抵抗するアフリカーナー12万人を強制収容所に送った。戦時中にイギリスが建設したアフリカーナー強制収容所は近代世界初の強制収容所であり、また第2次ブール戦争で死亡したアフリカーナー3万4000人のうち約65%が16歳以下の少年少女であった。 マンチェスターガーディアン紙特派員として第二次ブール戦争の取材に当たったイギリスのジョン・アトキンソン・ホブソンはこの経験から帝国主義論を表しウラジー・ミル・レーニンの資本主義の最高の段階としての帝国主義に理論的影響を与えたこのブール戦争以後アフリカーナーは繁栄感情を先鋭化させていった 南アフリカ共和国の白人は、イギリス系が19世紀末から現在に至るまで、金とダイヤモンドの鉱山経営によって経済面で、主導的立場を担ってきたのに対し、アフリカーナーは、基本的に農民として暮らす人が多かった。ドリースレッシングの、草は歌っているにて用いられる、プアホワイトという言葉の使われ方は興味深い。当時の南ローデシアでは、 どれほど貧しくてもイギリス人のことは、プアホワイトとは呼ばず、この後はあくまでアフリカーナーを指したという。これは、同じヨーロッパ系植民者の間にも、差別感情が根強くあったことを示している。1910年の南アフリカ連邦成立後、アフリカーナーは、政治面で、主導的立場を次第に奪われたが、 連邦時代56年間の首相7人のうち6人はアフリカーナー出身であった。南アフリカ連邦成立後、アフリカーナー社会はイギリスと協調してアフリカーナーの地位向上を図る現実派とアフリカーナー中心の南アフリカの実現を図る理想派に分裂し、理想派は1913年に結成された。 国民党と1918年に結成されたアフリカーナー兄弟同盟を中心にアフリカーナーナショナリズムを発達させグレートトレック中の地の川の戦いから100周年に当たる1938年にはグレートトレックを再現する儀式としてオックストレックが行われアフリカーナーとしてのアイデンティティが強化されたまた1925年にはアフリカアンス語が それまで英語と共に、公用語だったオランダ語に代わって、南アフリカ連邦の公用語となっている。アフリカーナーナショナリズムの担い手は、イギリス系白人と対抗関係の中で、アフリカアンス語を話す白人の文化的、経済的更新性を自覚した聖職者、教師、知識人、実業家などであった。南アフリカ連邦は、第二次世界大戦では連合国側で参戦し、 イギリス軍と共に、フランス領マダガスカルを占領したり、北アフリカ戦線などで戦った。戦後の1948年にアフリカーナーを支持母体とする国民党が政権を握り、それ以後、名目的な分離発展を謳いながら、国際連合が人類に対する犯罪と呼んだアパルトヘイト制度を強力に推進していった。それは、 経済面でイギリス系に対して劣位に置かれたアフリカーナーが政治、警察、軍隊といった貢献力を奪回することでもあった。多数派であった黒人諸民族への恐怖をイギリス系と共通の利害として抱えていたアフリカーナー、理想派もイギリス系白人と協調してキリスト教西洋文明を黒人の民族解放運動と共産主義から防衛することを選んだ。 1958年に連邦首相に就任したフェルルールとは熱烈なアフリカナーナショナリストであると同時に共和主義者であり1961年に南アフリカはイギリス連邦から離脱しイギリス国王を立憲君主にいただく英連邦王国の一国から共和制を採用する南アフリカ共和国となった英語とアフリカアンス語で書かれたアパルトヘイト時代の標識 南アフリカ共和国のアパルトヘイト体制は、イギリス人や他のヨーロッパ系白人をも、最優遇する制度であり、少数民族である白人政権は、国外からの白人移民を奨励し、ポルトガル人などが流入した。他の人種は当初は、参政権もなく、混血のカラード、インド系、黒人の順に、職業、教育、結婚、居住など、あらゆる面で、 法の下の不平等によって搾取された。最低辺に位置づけられた黒人は最後まで賛成権もなく土地条件の良くないバントゥースタン諸国に縛り付けられたり、あるいは生まれた土地から強制的に立ち退きを余儀なくされたりした。脱植民地化が進む時代に逆行するアパルトヘイト体制は国際社会から問題視されていたが、この制度によって、 経済的に利益を得たのはこの時代に生きた南アフリカの白人だけではなく豊かな鉱山資源を安価な黒人労働力で採掘できた日本を含む西側諸国の資本とそれと結びついた関連企業も含まれていた。政治的に白人市場主義を掲げそれを実行した集団ではあるがもちろん個々人には様々な考えを持つ人がいた。詩人 画家のブライテン・ブライテンバッハや、作家のアンドレ・ブリンク、弁護士にして、南アフリカ共産党中央委員のブラム・フィッシャーのように、アパルトヘイトに、真っ向から反対する人も少数ながらいた。ブライテンバッハやフィッシャーなどは、国家反逆罪で何年も獄中にあった。また、友人テレブランシュのように、アフリカーナー抵抗運動を率いて、アパルトヘイト死守を掲げた人物もいた。 アフリカーナー抵抗運動などの極右グループは、ブール人だけの国を目指し、準軍事組織として、現在も活動を続けている。ステレンボッシュに所在する、ステレンボッシュ大学は、主にアフリカアンス語で教育を行っている。西ケープ州、ピケットバーグに所在するオランダ改革派の教会、ありがとうございます。